本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。リビンテクノロジーズは不動産をテーマとしたウェブサービスを運営している会社です。急騰した理由はオリックス銀行と顧客紹介に関して業務提携したと発表したからです。リビンテクノロジーズの分析ではこの件による業績への影響は軽微としていますが、市場は期待でストップ高となりました。デジタル化期待もあるのかもしれませんね。和心は和装小物や着物レンタルの店舗運営をしている会社です。急騰した理由はよくわかりませんでした。2日連続ストップ高となりました。時価総額が少ないため、どこかのお金をたくさん持っている人が買うだけでストップ高になってしまうため、要因の分析は困難かもしれないです。自動車部品、トランスファー、トランスミッションなどを製造・販売している会社です。急騰した理由は今期経常利益を赤字縮小に上方修正したからです。今期の決算では多くの自動車部品銘柄の株価が上がっていましたが、この株も出遅れながら良い決算を出してきました。まだ自動車部品銘柄で期待の持てるものはあるんでしょうか。探す価値はあるかもしれませんね。ロゼッタは人工知能型翻訳サービスを運営している会社です。急騰した理由は子会社のメートリックスが VR 仮想空間上でリアルタイム翻訳を組み込む技術を開発したと発表したからです。夢の世界が近づいていますね。英語と中国語の翻訳ができるみたいです。世界的なリモートワークの流れに乗ることができれば大きな利益を上げることができそうな材料ですね。毎日その日にストップ高した株の紹介と簡単な解説をする活動をしています。もし今後も継続してほしい、また見たいということであれば、ぜひチャンネル登録、いいねをお願いします。